始まるよ。離婚の樋口です。相方にサランラップドッキリを仕掛けます。今日はですね、打ち合わせで相方が僕の家に来るんですけども、相方が打ち合わせの途中トイレに行った隙にこのサランラップを仕掛けたいと思います。マジでほんまずっともうコロナやから、営業とかもねなかなかもうないんちゃうかな。やっぱ動画に力入れて行った方がいいと思うんだけどな。じゃあまたお腹痛いんかよ。もういつもやね、いつもやん。じゃあ前から多分あれやで、小麦アレルギーやで多分。ビールとかさ、毎日飲んでるからそうなんで、ね。いや、ビールやめられへん。いや、やめられへんって。いや、ビール美味しいからな。いや、毎日500、2本ぐらいで。もう確かにな。いや、おかしいおかしい。ちょっとで行って借りてもいいか。ああ、いいよ。はい、け。高評価よろしくお願いします。